皆さん、こんにちは。ブロガーの小作です。とんでもない公明党の横暴ということで、税金無駄遣い967億円、本当にもう公明党って本当に腐ってるんですよ。なんと、クーポン5万円配るために、税金を967億円も無駄遣いするという、とんでもない公明党の横暴について解説をしていきたいと思います。公明党がですね、ご利用しした政策、18歳以下に10万円給付という話なんですけれども、これ衆議院選挙で、公明党が投票、当選してしまったから、この線になったと思うんですけれども、要はですね、これ10万円まだ現金で配るんだったらまだしも、5万円はクーポンだとか言い出したわけですよ。で、公明党がご利用ししたために、5万円だけクーポンにするためになんと税金が余計に967億円も無駄遣いされると。たった5万円配るためにいきなり1000億円近い税金が無駄遣いされる。しかもこれ現金だけで10万円配れば280億で済むんですよ。つまり全く無意味な金を1000億円無駄遣いしたっていうのが公明党だっていうことです。本当にね、とんでもないんですけれども、このとんでもないことをやってのけた公明党の山口代表が何を言ってるのかっていうと、いや、一定の経費がかさむのはやむを得ないというとんでもないことを言ってる。お金がなくて困っている人たちを助けるために10万円配るって言ってるのに、いや、わざわざそれをクーポンにして、しかもクーポンにするともうすぐ配るわけじゃないんですよ。もう来年とか言っちゃってるんですよ。で、しかもそれにわざわざ967億円も無駄遣いして、それをやむれないとは何事だと、お前が払えということで、もう本当に公明党って本当に腐ってるんですよ。自民党が公明党と組んだことによって、結局この公明党の腐った政策、いろいろなとんでもないその、ね、選挙用のパフォーマンスのために自民党がやむなく利用されて、こういうもうとんでもない無駄遣いをさせられてるわけです。もう公明党が本当に腐ってます。結局今回は公明党のせいで967億円税金が無駄遣いされたということで、まあ、未だにですね、公明党に投票するアホな人がね、ごく限られていますけど、こういう人たちのせいで967億円も無駄遣いされていると。で、まあ、自民党がね、悪い悪いって言いますけれども、自民党より悪質なのが公明党です。でしかも自民党に、ね、くっついて、でなんか変な政策を無理やり、押し込めて、結局今回も5万円クーポンっていうことで、967億円も税金無駄遣いした、まあ、それを飲む自民党もどうなのかと思いますけれども、とにかく自民党、公明党政権に投票している限り、こういうようにたった10万円しか18歳、あのね、あのごく限られたところにしか配られず、しかも、配るために967億円も無駄遣いすると、とんでもないことをやってるっていうことを、ぜひね、皆さん覚えておいていただきたいなと。こういうことずっとやり続けてるのが自民党、公明党ですから、もうこの10年ぐらいずっとそうですからね、ぜひ公明党がとんでもないことをしているということを、ぜひ皆さん覚えておいて、必ずですね、選挙で公明党を落とすような、投票にしていただきたいなと思います。特にね、選挙行かない人たち、選挙行かなければ行かないほど、公明党みたいな組織票が強いところは有利になってしまうので、選挙行かないで、ね、政治とかに文句言ってないで、公明党以外に入れるっていうことをぜひね、自民党もそうですけどね、結局公明党と組んでる自民党も、自民党がいくら良くたって、公明党と組んでる限り、こういう無理やりおかしな政策を飲まざるを得なくなるわけですから、自民公明に入れる限り、こうやって税金が無駄遣いされるということをぜひ覚えて、投票に行かない人はきちっと投票に行って、ね、なんか若者が自民を支持してるとか言ってますけど、搾取されてるの気づいてないのかっていうことに、いい加減気づいた方がいいんじゃないかと。というふうに思います。それにしても公明党ひどい。967億円も無駄遣いしといて、やむを得ないとかって言っている腐った政党が公明党だということを、ぜひ皆さんこの機会に忘れないでいただきたいなと思います。